はい、昨日恋ヶ崎女学園でもう800位以内に入れなかったんでもうへこんでます。まあ、それだけじゃないですけど、もう疲れてて選挙期間でも疲れてもへこんでます。800位にも入れなかったし、しかしちょっとツイッター見たらオーガスタ未所持のオーガスタがプレミアム召喚2で出現確率アップ中ということで、ちょっと今テンション爆上げ中です。もう本当にやる気ないから、カリスマは457溜まってるし、スタミナも18溜まってて、もう何もやる気ない状態でしたが、オーガスタが入手できるかと思うとテンション今爆上げ中です。このまま上がってほしいです。当たってほしいです。これで当たんなかったらもう本当爆下げかもしれません。ああ、まあこんな言霊言わない方がいいかもしれない。とにかくちょっとこのオーガスタを手に入れるため、ちょっと召喚10連召喚したいと思います。あと13回以内にブラック確定なんで、これ2回やるとブラック出るんですよ。で、出現確率アップ中なんで、オーガスタがもう出るはずです。通常であればオーガスタが出るはずです。これ持ってないんですよね。オーガスタ抜きではもう今の千年戦争アイギスはもうやれないっていうような風に言われてますん で僕は金色のチビオーガスタ持ってるんですけれども、やっぱりこのブラックのオーガスタがあった方がいいと思うんですよね。でもこの前の人気投票の時手に入れられなかったんで、なんか被りがあるんですよ、被り。でも被りがあるので手に入れなかったんですけど、今回もブラック一択なんで、オーガスタちょっと行きたいと思います。 Here we go! 10連召喚行きます。頼むで。あ、これはブラックユニットなしです。スキップします。時の魔女アーリー、ちょっとよくわかりませんが、はい、もうこっからですよ。本番こっからオーガスタ頼むで。これ必ずブラック出るんで、3回以内ブラック出るんで、オーガスタ頼みます。1位戦神頼む。おう、あ、ブラック2つ、え、ブラック2つだよ、ブラック2つ。はい、ジョバンニさんです。はい、海賊ジョバンニさん、マルシー、あ、これ使ったことないな、一応。よし、あ、オーガスタだ。よっしゃ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 、オーガスタ。ちょっとこの人は分からないですけど、この人、これ誰だ、ヨユキさん、これちょっとこれもよく分かんないですけど、まあ良かったです、ブラック出て。オーガスタ、よっしゃ、爆上げ、テンション爆上げ、爆上げ。あ、ていうか、ブラック2つにプラチナ2つって結構よくない、これ当たり。よっしゃ、爆上げです。いや、オーガスタはもうでかいです。オーガスタとリズリー欲しかったんで、またあとデュオとかあとなんだっけ、オーガスタの他になんかなんだっけ、コスト稼げるやつ、ティエラ。でもティエラ今イベントでゲットしたんで、まあ、オーガスタとリズリーはもう欲しかったんで、もう良かったですね、これオーガスタとリズリー。まあ、リズリーは手に入ってないんですけど、良かった。これも育ってます、これ本当。テンション爆上げです。ちょっと本当ね、昨日本当疲れました。本当にね、選挙で疲れて、恋ヶ崎女学園800位以内に入れると思ったら入れず、800位以内に入れず、もうテンション爆下げ中のところ、今日本当にオーガスタ当たってテンション爆上げです。テンション爆上げ、フィーゴー、ありがとうございます。さらになんかよくわかんないですけど、ブラックユニットゲットです。これちょっと見たことないな、あんま見たことないかもな、これいいのかな。あ、妖怪属性ユニットあんま使わないんですけどね。妖怪属性ユニットは陽子しか使わないんで、
あれは便利なんですけど、あんま使わないんで、どうなんですかね。で、このメイドさん。あ、あとあれも欲しかったな。エスタだっけ、新幹線士のエスタとリーズリーだ。オーガスタが参入したことで、もう新幹近接ユニットが爆強になってるんで、エスタ欲しいですね。あと、東の国出身ユニットを強化するメイドさんということで、プラチナグリフィンライダー、リュクスかなんか持ってたのかな。でも育ててないけど、はい、とにかくまあオーガスタ当たってよかったです。ありがとうございます。感謝です。愛してます。頑張ります。